かなこちゃん、かなこちゃん、かなこちゃん、どうも、吉谷です。いや、まさか、あの、下の名前で呼んでねっていう、し,して、して入りました。していただきました。あざす。カナコ様、かなこちゃん、いや、カナコ様、かなこお姫様。こんにちは。はい。よろしくお願いします。まあ、今回ですね、あの、なかなか、なかなかファンキーな感じの、 アンケートありがとうございます、うんまあ、これ結論結論まああの自分をネタにだいぶかけるんでいいと思います。はい、こなかなり面白くていいと思いますよ。うん、これはねあのマイナスもプラスになるんで人の失敗とかねこれ面白いんでこれめっちゃいいと思いますよ。うん、これ絶対いいと思います。 これもうブログで、ブログでもうそ,それぶわー書くっていうね。いいと思いますよ。赤裸々に。私が、うん。いいと思います。面白いと思います。読みたいと思います。僕も読みたいと思います。逆に。うん。そう。これはね、やっぱいいと思いますよ。うん。うん、まあコピーライティングね。まあいろいろと、まあ転売も今までやってきたりとかね。 まあそのいや僕あのー、転売の教材に25万すか僕の塾とか入ってもらったそのお金こっちにもうちょっと早くねご縁があればねいやコピー学んだ方がねだまあまあ僕は今回コピーライティング道場っていうのやるんですけどまあ最後でまあドリームアカデミアってもやってますけどやっぱねその情報発信っていうか情,、まあ、情報を書く とか情報発信に関してはやっぱりリスクないのでこのねまあその動画で情報発信するのか文章で発信するのか文章で売るのか動画で売るのかって話じゃないですか。なんであのまあその動画撮れない場合は絶対文章ですから文章を勉強した方がいいと思いますしあとアフリエイトの場合はまあブログアフリエイトだったらまあ文章を書かないといけないんですけどもそのアクセスさえこう来るようになればまあその広告貼っとけば ククリックされたりとかししますもうちょっと早くね僕と出会ってて僕の僕の僕の同詞入ってれば人生変わったのかもしれないですけどねまあこれからじゃないですかこれからですはい頑張っていきましょうはいまあ本当にですねあの まあ僕アンケートを頂い,いてるんですけどここまでなんかその自分のストーリーをもうアンケートの中にこう書いた人この壮絶なストーリーをこう面白おかしくというか,なんかその自分のこの多分そのしかもなんかこの下の名前で呼んでねみたいななかなかファンキーな感じでうんいいと思いますうんうんでまあ第一個 1>, 1回目の講義の方も勉強になったということで、12回ありますから、12回ね。これ本当に有料で送、有料のコンテンツですからね。同情生にお配りしたコンテンツになりますから、これを無料でゲットできるのはね、ラッキーですね。ラッキーです。普通じゃねえ、あの結構まあ、ちょっとメールもいただいたりとかしたんですけど、いや、やばいです、みたいな。うん、やばいですと。ちょっと感動しました、みたいなね。ちょっといただいたりとかだし。 してるんですけどまあまあ有料ですからねお金もらってましたからねなん,となんとなんとなんと今回ただただぜひぜひですねあのコピーで稼げるようになったら僕にお金ください <laughs> よろしくお願いします <laughs> いやー今はまあ,あの難しいと思いますのでまあ無料であの まあここまで書けるんだったらまあ結構面白おかしく書けてるんで、うん、自分のそのストーリー、うん、いいと思いますそううんでまあその要はなんか人の失敗談は本当に面白いのでまあこれ失礼かもしれないですけどでもそうなんですようんそうなんです、はい、だからこれは本当に強みになりますのではい これから頑張っていきましょう。はい、ということで、今回はですね、えー、ファンキーなアンケート、そして指名、ご指名、ありがとうございます。ご指名いただいたのは初めてかもしれないですね。下の名前で呼んでね、みたいな。私のことを下の名前で呼んでね。ってかなこさん。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 大丈夫ですかね、もう。 結構リクエストにお答えさせていただいたんですけど、かなこお嬢様、もしくはかなこちゃん、いや、もしくはかなこ様、それかかなこ。<laughs> だいぶいろんなパターンで呼ばせていただきました。はい。ということで、まあ僕の動画はまあこんな感じでやってますけど、あの講義の方はちゃんとしっかりやってますんで、まあ無料と有料はちゃうという。 まあ有料が今回無料ですけどね、はい、ではええー、こちゃんまあこれはちょっとあのー、かなこちゃんがもうちょっと若ければ <laughs> すいません <laughs>、はい、すみません欲を出してしまいました、はい、ではありがとうございますあの講義の方を見ていただいてあのー、勉強してください では、かなこちゃん失礼します。